どうも皆さんこんにちは、タレバック工場のアンデです。今回はこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。こちらのゲーム何なのかというと、ホームラン太郎でございます。さあ遊んでいきましょう。で、1と2に星がついてるのは、まあ、どういうゲームなんだろうかなと思ってちょっと遊びました。で、まあ、皆さんに紹介したいと思います。こちらのゲームが一体どういうゲームなのか、まあ、簡単に言えば、まあ、俺が手前のあのホームラン太郎ですね。で、このヒットゾーンにボールが来たら打つ、これはアウトになります。しっかりと見てタイミング分かって打つ、ストライク。しっかりと見てタイミング分かって打つ、ストライク。そう、皆さんこういうこと、こんな感じで打ちます。で、あの右上のやつあるじゃないですか、あれがあのバッターのあのなんていうの、ライフポイントですね。で、これね、めっちゃむずいんですよこのゲーム。レベル1はね、まだね簡単な方なんです。もうこのレベル2見て、このレベル2ね、猫なんだけど、こいつから俺ヒット打てないから、まず。オッケーオッケー。ね、でも猫はレベルが低い。それが救い。待って、あと1球しかない。決めるよ。はい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 、まあ、という感じで、やっていくゲームなんですけど、まあね、一応2までクリアしたんで、まあ、3からやっていきましょう。3はね、まだわかんない俺。お？プレイボール！カメレオンだ。いや、カメレオンなんでしょ、んキレキレ。やばいやばいやばい。カメレオンバカ強い。ここ！ストライク！もう分かってる、さすがに打つわ。俺が4番バッター、俺が打てなきゃ誰が打つ。OK、 いいよ。あと1球でお前の息の根を止めて、お前の息の根を止めて、止めてやるよ。 OK、 よっしゃ。いや、ニワトリ弱い説あるな。こいつちょ、ストライク。こいつさすがに卵じゃん。バットアウト。そんなことあんの。ここストライク。もうちょっとゆっくりでいいから、集中。あ、分かったわ、もう落下点に置いとく。そういうことだ、ボールがここに触れるタイミングに来たら俺が押せばいいだけ。そういうこと、そういうこと。あと1球当たれば俺の勝ちだから、落ち着いて冷静にね。このチャンス逃せるか。バカ。オッケー、オッケー、応援ショット決まった。よっしゃ、やっとクリアできたわ。俺レベル10まで行こうか。さあどうだ。えちょっと待って、そんなわかるかよ。やばい、こいつ1回の時と2回の時がある。危ない危ない、今正直遅れたと思った。はい、オッケー。あ、でもこれやりやすいわ、カーブ回転かかってるだけだから正直ちょろいです。オッケー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 。ピッチャー5、アザラシ攻略完了。え、サンマ？え？ああ今、あ、待って、なんかめっちゃ来てる。さあ来い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 。審判こいつなんかあれあるって、絶対隠し玉持ってるって。うわ、せっここいつ。でももういけるわさすがに。俺の反応力なめんなよ、俺のは反射神経なめんなっつってんだよ。よっしゃ。でも次は池だ。金のボールですか？はいはいはい、ちょろいちょろいちょろい。金のボールですか？バットアウト。ゆっくり見るんだ、ゆっくり見て本当に引きつける。そういうこと、俺は今まで早く振りすぎてた。それさえ意識すれば、それさえ意識すればこんなもん。ストライク。ここ、おっしゃー。オッケー、帰ってて池の中にな。じゃあ行きましょう、ピッチャー8。え、なんか来た、ストライク。声がせこい、危ない、声がせこい、こいつなんかうんこ、うんこ投げてきた、うんこ。待って、ボールとうんこがある。オッケーこれ決めるぞ、ボールとうんこしっかり目開けろ。あー、見ててください、ここ。オッケーあと1球しっかり決めろ、俺終わらせる。ここでーしょーらー。え、ローソン店員カラーボール投げてきやがった。なるほどね、強盗とも間違えてるわけだ。でカラーボールを打ったらきっと。バットアウト。確かにいい方してるわ、ローソン店員分かってるね、カラーボールの使い方よく分かってるわ。でももう惑わされませんよ、このゲーム規則性がありますから。オッケーオッケー、このカラーボールさえ間違わなければ比較的打ちやすい、このピッチャーは。オッケーオッケー。さあラスト行きましょう、ラストピッチャーは、え、ラジコンボーイ。
来た、なんか来た、なんか来た。ストライク。早い早い早い。あ、でも俺の早打ちと合ってるこの球の速さ。あ、待って、こいつ HP4 つあった、危ねえ。よっしゃ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。